はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は赤魔導士イングズ引くべきかどうか見ていきたいと思います。ぶっちゃけ僕は微妙かなと思ってしまいました。まあその理由も合わせてご紹介していこうと思います。まずはイングズの秀でてる点をご紹介していきましょう。BS5 のエリア展開の豊富さ、これには感服いたしました。今回ダークビジョンズのラストステージ、弱点である火属性のエリア展開を持っております。まあ火属性、水、土、風、すべてにおいて敵エリアのみに 35% のデバフエリアを展開することが可能となっております。これによって自軍威力アップエリア、敵エリアにはデバフエリア、こういったエリアの重ね掛けが可能になる。この点は非常に素晴らしいなと思いました。まあ、ただ裏のマイナス点を伝えると、せっかくね威力加算の1万があるんですが、 LB がとにかく使いづらいんですよね。あの魔法ダメージで火、水、風、土の4属性が付与されてしまっているので、ちょっとダメージは伸ばしにくいアタッカーかなと思いました。まあアタッカーではないけど、ちょっとねせっかくならダメージ出したかったかなと思いました。デバフ率に関してももうね、なんかそれぞれの火属性だったらバンとか、まあ、水だったらルールーとかパラミキア皇帝とか、その辺のやっぱトゥーリエンとかね、そういう特化した属性特化したキャラクターに比べるとやっぱり倍率も低くなってしまうので、器用貧乏さというか、ちょっとやっぱなんだろうな、使いにくい、使う場面はそんなにそう多くはないのかなと思ってしまいました。なので裏で使おうとしたらエリア展開で、じゃあどうやって火力を伸ばすかっていうと、前の、アビリティなんですが、特にですねイングズに関しては LB アタッカーというわけではなく、威力加算をした崖、そして裸形で攻めていくような形となっております。なのでビビア、そしてマリリスなんかと似たような使い方かなと思います。特にファイラー、そしてサンダガに関してはなかなかいい火力になるんじゃないのかなと思いました。なんでかっていうと、まず、3万の威力加算が入るファイラー、そしてもともとねトラストアビリティを発動させるとアビリティの威力がプラス3万されるので、ファイラーの威力がこれだけでプラス6万されるんですよね。で、じゃあこのファイラーの威力を他にどうやって上げるかっていうと、この6万4000にプラス3000、マリリスのトラマスを使うとプラス3000が入るので6万7000で、さらにマリリスのアビリティを使うとプラス2万入りますので8万ちょいかな。で、これを4連で使うことによって、約35万ぐらいのアビリティに成長するといった形になっております。で、ここに武器補正の、まあ、1.35 なりが入るっていう形なので、まあ、グラフよりやや強めかなといった状態なので、まあ、ちょっとね、なんだろう、エリア展開をしながらのアタッカーだったら全然申し分ないのかなと思いました。で、FFBE の仕様として敵の HP が0になっても、特に全体魔法が途切れるっていうことがなくなったので、エリニエスリングの4連黒魔法と合わせて使うことで、誰とでもイングスはチェインアタッカーになれる。ここはかなりの強みかなと思いました。で、サンダガで伸ばす場合に関しては、サイリンサクラのスパトラと相性いいのかなと。両手魔力の武器で、なおかつサンダガに対して威力の加算を持っています。威力の加算に関しては、サンダガがまず、プラス3000、そしてサイリンサクラのトラマスを使うとプラス2000なので、サンダガの威力がプラス5000上がります。なので12200に、自身の LB のプラス4万が入ります。さらにはトラストアビリティのプラス3万が入るので、7万がここにプラスされて、7万7000に5000が入ると。なので8万3000の4連クロマ使う形によって、こちらもだいたい35、6万になるのかなと思います。で、1.5倍、1.35倍ぐらいの武器補正が、まあ、最低でも入るといった形なので、やっぱりエリア展開をしながらの、まあ、ただサンダガで攻める場合は、自身のね、裏の、特にエリア展開とは何ら関係がないので、サイリンサクラと合わせるような形になってしまうと。だから、やっぱ火属性のマリリス推しが一番火力イングスは伸びるんじゃないのかなと思いました。いやー、今回イングスに関しては、まあ、でもやっぱり、ちょっと必須かと呼ばれると、正直微妙なところであるかなと。まあ、今回のダークビジョンズのラストステージに関して、イングス、マリリスが入る余地があるかって言われると、多分ない。ないと思う。パーティーを構成を組んでいても、この二人が入る余地はほぼないと思うので、ちょっとね、必要かと言われてしまうと微妙なところ。ただ、今回 FF3 の
固定値を上げるトラマスはやっぱりイングスしか持ってないので、これに関しては欲しい。あとはやっぱビジョンカード、固定値が上がるビジョンカードに関しても今回イングスのやつからしか出てこないって言い方があるかもしれないけど、ビジョンカードはちょっとランダムだから出てくる可能性があるんだけど、トラマスに関してはやっぱ唯一無二かなと思うので、まあ、オニオンを伸ばすに関してもちょっと欲しかったかなと思いました。いやー、ということで、まあ、イングスの、まあ、ちょっと引くべきかどうかは見てまいりましたが、皆さんはいかがだったでしょうか。イングスに対してどんな印象を持ちましたでしょうか。ぜひコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。